20秒経過。橋渡る前。もう5、4、3、2、1、スタート。第2グループスタートです。そして第3グループ。次の第3グループの目標タイムは9分30秒。3000メートル9分30秒です。さあ、ブレーキング20番外編 5000TT が行われる前にペーサーたちの 3000TT が開始されております。10秒前、5、4、3、2、1、スタート。さあ、第3グループ9分30秒目標スタート。そして第4グループ、箱根駅伝2度出場、鳥取マラソンの記録保持者の高山選手、目標は9分切り、20秒後にスタートです。15秒経過。さあ、全員抜くことができるのか。10秒前、5、4、3、2、1、スタート。さあ、第4グループ、高山選手スタートしました。さて、私はね、自転車で高山選手についていこうと思います。小山選手は9分切りを目標、全員抜くことが目標となっております。スタート。さあ、だいぶ昨日の大雨で水が増えております。滝からの水。さて、高山選手の足元は今流行りの厚底ではなく、アシックスの薄底ですね。ソーティーマジックでしょうか。軽快な走りを見せております。さあ、30秒前にスタートした選手は9分00を目標とする実力派の選手なんで、9分30秒ですね。高山選手の30秒前にスタートした選手は9分30秒を目標とする実力派ランナーなんで、順当に行って9分切れたとしてもゴール直前で追いつくことになります。その前の第2グループ、最初の先頭にスタートした選手、それらをどのタイミングで捉えることができるか。高山選手、ロードバイクで追っていてもね、遜色ない軽快なスピードです。2019年鳥取マラソンでは初マラソン挑戦で鳥取マラソン記録を作り、賞金を受領した高山選手です。おや、だいぶ割と早い段階で前の走者を捉えました。今日はね、気温と湿度がかなりあるんですけど、今ちょうど雨が降り出しまして、かなりコンディション的には気温も下がりだして、こちら日陰となっておりますんでね、思ったよりは今自転車走っていると風が涼しいぐらいです。さあ、1キロ地点です。だいぶ道路が荒れていますね。昨日の大雨と雷雨の結果、昨日は大雨警報も出ておりましたので、その影響が大きいです。ブレーキング20番外編第2回の森谷雄一は 5000m 20分切りを目指すこのプロジェクト、第2回は先月の秦野競技場から変わり、高校駅伝聖地丹沢湖で行っております。
今回の 3000mTT に利用しているコースは高校駅伝第5区の 3000m のコースをそのまま活用しております。番外編ということで、このあと 5000m の第2回が行われるんですけども、その前にペーサーたちが 3000m をタイムトライアルで、今大会がねコロナ禍によってかなり大会がなくなってしまったんで、こうやっておのおの来てあるため5000のペーサーをやる前に 3000m の TT を行っております。第3グループの選手を思ったより速く捉えておりますね。 1.5km 地点、 3000m なんでやはり速い。 1.5km もう半分 50% です。さあ残り半分どのようなレース展開か。さあ今年の梅雨は長い雨、丹沢湖もダムが放流中ですね。黒クラのダムも、かなり雨量も増しております。水分の水の量も増しております。長い雨の今日は束の間の晴れ間、ただ午後になって少し小雨が舞ってきました。ただしこの今日のね暑い気温と湿度の中では、この雨は割と走るにおいてはコンディションは良くなっておりるんではないでしょうか。お、第3グループの前に第2グループを見えます。一気に抜くことができるか。 1.8km 地点、残り 1.2km、 さあやや下っております。さあリズムに乗って第3グループを捉える。30秒手前にスタートして走者を捉えております。抜くのも時間の問題か。小山選手は薄底のアシックスのシューズを履いておりますが、前方の選手はベーパーフライナイキの厚底を履いております。捉えている、第3グループを捉えている。 2km 経過、この 1km の通過は3分4秒、やや目標よりは時間がかかっております。やはり気温が問題か。さあ第3グループを30秒手前の走者をすぐ前方に捉えました。さあ6の内底はナイキのベーパーフライを捉える瞬間、そして親その前にいるのは第1グループ、高山選手は1分30秒前にスタートした走者がすぐ前に、あ第3グループ30秒差あった第3グループを抜きました。高山選手加速しております。さあややアップダウンが出ておるんですけどもね、高山選手が初マラソンで記録を作った鳥取マラソンはかなりアップダウンが激しいコースで、アップダウンは苦ともしておりません。さあ1分30秒前に出た第1グループを捉え抜いた。さあ残るは第2グループのみ。残り 600m、 目標通り全員抜くことができるか。さあ残り 500m です。このペースなら問題なく1分前に出た第2グループも抜くことができるんではないでしょうか。おや、でも様子がおかしいですね。第2グループそういえば3人いたはずが2人しか前方にはいません。ということは1人まだ前にいる。残り 500m を切りました。これはちょっと全員抜く目標は鬼信号ではないのでしょうか。ラストスパート、残り 300m。 さあ第2グループの3人のうち2人を捉えているが、あと1人が見えません。カーブを曲がってあと1人が見えた。残り 200m、 ここは苦しい 200m。さあ1人抜いてあと2人。さあ第2グループの1人を抜きました。あと1人です。どいた。
ーゴールです。なんと第2グループの選手が予想より早く、やはり3000は短い思ったより、全員抜きは達成ならず、しかし見事なタイムでした。小山選手、タイムはいかがでした？9分18とかですね。あ、9分切りにはならず、どうか感想。いや、もうスタートしてすぐきつくて、こっちに入ってからアップダウンが地味にダメージを与えてきました。あ、自転車で追ってる分にはきつさ感じられませんでしたけど、やっぱり思ったよりめちゃくちゃ暑いです。暑い。やはり7月のね、3時台じゃまだまだ気温は残っております。さあ、ただ小山選手9分17秒、見事なタイムでした。1人抜くことができず、ブレイキング20番外編、プロデューサーが 5000m を走る前のペーサーたちの 3000m 一本勝負。さあ、この後はプロデューサーが先月に続き 5000m に挑戦します。この暑い中、前月のタイムを上回ることができるのか。ラスト700、ファイト。はい、ラスト7。はい、ラスト7。